とお茶がなくて牛乳ですけど。お、何これ。まあちょっと飲んでみてください。これ。え、何これ。これはミルキーマジックといいまして、牛乳にこのストローを刺して飲むだけでチョコレートミルク。チョコレートミルク美味しい。これ実は今100円ショップでこれ人気の商品でして。あ、そうなの。そうなんです。知らんかった。じゃあ次、はい、次に何これ、これ何これ、これこれは何に使うものかを当てていただきたいんです。これも100均なの。そうです。なんだろうこれは。分かった、指キャップ。ブー、何これ、どうなんだこれ。正解はいわゆる卵セパレーターというものでして。卵セパレーター、生。そうです。嘘、どうするのこれ。これ生卵ですけども、黄身を吸うわけです。こうやって押して、はい、うおあ、出た、あ、まずい。あ、失敗。次は何これ。こちらです。これも100均なの。そうです。これはね、あのホリエモンのロケットとかね。違うかなんだろうな。これどっかに貼って使うんだよな。で、これをこうやって、ま、吸盤はなくても使えます。これ鉛筆削り。あ、これね、なんかぐるぐる巻くんだよこれ、きっと。ぐるぐる巻いてレシートを整理する機械。よし、巻くのは合ってます。巻くのは合ってる。こういうのでもさ、わからんもんだよね。なんだろうこれ。鼻毛切り。違う。何？正解はですね、チューブ絞り器です。あー、最後まで使い切る。そうです。あ、うちの奥さん好きだわこれ。じゃあこれで最後です、はい、次これは何でしょうか。ゲーム機。ブブー。ここにね、玉入れするんだよ。こう向きは逆ですね。下、この向きですね。こう、これなんだろう、その泡立て器じゃないのこれ。いやー、ちょっと泡立てにくそうですね、それ。何？正解は、味噌。あ、これ味噌はそうか。どうやんのこれ。あ、これ、あの、味噌を、まあ、1人分とか、2人分とかをさっと取れる。これ、すごい味噌、これプロ仕様ですよ、これ。ね、え、これで、これ突っ込むのこれ。そうです、味噌取り棒。こうやってで、ここ一人分。はい、くるりと本体を回転させてください。やっぱり、あ、これは便利だ。あ、そう。で、これでそのまま鍋の入れて溶かす。よくか、頭いい人いるね。たまきチャンネル、今日は大変勉強になりました。まだまだね、ほんと知らないことがたくさん多くて、うちの奥さん知ってるかな、怒られそうですね。でもまあこういうこともですね、どんどん、まあ、新しいものも含めて、ぜひチャレンジしていきたいなと思いますので、ぜひこれからも玉木チャンネルよろしくお願いします。